体さ、てっちゃんとの話聞いたこといっぱいあるのよ、野球界の話とかさ。もう共通の人も多いしね。そう、あのね、アナウンサーの話も今日いっぱい聞きたかったね、うん、僕の大好きなあのフジテレビのアナウンサーもいたし、あのこ個人名出すとあかんねんもんな、うん、だからあまり良くないですよね。そうやね、まあ、いっぱい、あ、だからあれよ、あれだけは聞いとかな、うん、あなた韓国料理屋に、はいはい、あのクリステルちゃん連れてきたよね。連れてきました。これは別に言ってもいいでしょ、新入社員だから、うん、あなたがご飯食べに連れてきたんですよ。そうですケンちゃん、滝川クリステルさん紹介されてあまり盛り上がらへんかった。そうですいや、俺はいっぱい喋ったよ。あ、安藤ちゃんね、安藤ちゃん安藤アナのね、一緒にね、あのスポーツアナの、はい、安藤アナと滝川クリステル、そう、韓国料理屋てっちゃん3人連れてきてガーッ喋ったけど、俺みたいなタイプを嫌いみたいな。もうそうこうしてるうちにこの右斜め45の滝川クリステル、フジテレビでえらいことなんて、今やもう小泉ご子息の、そうです、奥様になられて、犬連れてますよ。犬連れてますか。クリステルちゃん、優しいですね。いやいや、だからあれ何年前だから、クリステルたちが入ったのって何年ですか、ね、2000年は2000、いや行ってないでしょ。あ、でもそんなもんか、そんなもんでしょ。そうです、ね、今23、2年やから、ミレニアムは超えてたでしょ。超えてますかね、うん、2002年が日韓ワールドカップ、2000、そう、日韓ワールドカップ、だからその後ぐらいやと思うよ。あ、そうです、ね、てっちゃんがイケイケの時、一番調子に乗ってる時、あなたもあのまま調子に乗って失敗したんですか。言わせんなっつう。いや、僕はね別に長坂哲夫をねかばうことはないですよ。この男はすごいいい男で、あのね、なんていうのかな、そういうのおんねんな、こうかぶるとはまでは言えへんけどもね、なんか変な話や、いろんな意味で。僕なんか何回も、もうそんな、俺会社なんかおったらてっちゃんみたいな事件俺5回10回で聞けるやろなぐらいの、もうええっちゅって思うぐらい、あのまあ本当にあの長坂哲夫とは飲みにも行ったし、アホの名古屋も行ったね。ああ、バーで朝まで飲んでたんや。あれ、あなたがあれや、プライドで行ってた時や。そうです、そうです、プライドもやってはったんや。あんた何でもやった F1? F1、まあさか、まあ、野球もやってましたよ。で、うん、F1、K1、プライド、うん、それをやってた時は年間ね最大200日ぐらいに出張してました。海外も含めて。ヨーロッパで、F1 喋ったまんま向こう回りでラスベガスの K1 喋って、でそっからサッカーの合宿取材に行って、で日本に帰ってくる。それやらしい話ですけど。出張手当つくわけですよね。出張手当つきましたね。当時の方がまあ良かったですね。すごい。1日だからチャリン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 音が鳴ってました。そりゃそうやね。給料、あの時給料な、高い給料、ほんまこれでね、カットしてくれたけども、テレビ局の人みんな怒ると思いますけども、だいたい年間ね2回ボーナスなんですけど、フジテレビ4回ボーナスあるんですよ。昔はね、今出なくなりました今2回になりました。そのね、4回のうちの2回はほとんどの方がね隠してたっていうね家の奥さんに2回しか出るわけねえだろって言ってた人はいますよ。でもボーナスっていう名前じゃないんだよね。そう、なんとか手当てる。そうやね。でも一応年間4回のボーナス。もう今時効やからええ。一番ひどいアナウンサーは、うん、俺も名前言えませんけど、はいはいはい、奥様に、うん、その人だから定年辞めるまで、うん、奥様に、うん、ボーナス月は、うん、まあ、あんなたくさんボーナス出るのに、うん、給料なんかもらえるわけねえだろって言って、ボーナス月は給与がないって言ってたアナウンサーなんですか奥様に。それ全部ポッケしてたっていう。いや、こんなこと言うとないけど、あの当時のアナウンサーは別にして、じゃあ制作側は何とかというと、こんなこと言うたらこれもカットになるかもしれませんけども、ほぼ給料使うことなんかなかったじゃないですか。大きな声では言えませんが、黙ると思いますけどね。そんな時代ですよ。入ってくるしかないんだから。だって車も事務所に買ってもらってたりっていう人いましたからね。そうそうそう。だから、で使うお金使うことなかった時代に育ったら、それは僕ね、本当に名前も言いませんけど、やっぱりそういうことを経験した方は、やっぱその後ダメになった時に、それの癖になって落ちた時に、それで止まられへんから、やっぱりこうダメになっていったという方も何人か知ってるけど、やっぱ悲しいですよね。イケイケの時に見てたそういう人たちが最後なんか変な話、俺みたいなんにまでもちょっとケンちゃん頼むわみたいな来ると、ちょっと
なんかありましたね。悲しいね。エレベーターで会うとちょっとおかしくない？そう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 。だからね、そういうことになった。だからある意味今日はあのフジテレビ元アナウンサー長坂哲夫来てもらいましたけど、いやまだまだ話あるんですよ。でも今日いろいろ聞けたかな。アナウンサーのなんかデビューのあれも聞いたし、あ、てっちゃんはなんでアナウンサーになりたかったの？もともとアナウンサーになりたかったんじゃない？なりたかったわけじゃなくて、何になりたかったの？早稲田。本当は何になりたかったの？言ういや。本当はすごい古い話をまた持ち出しました。あ、いいよいいよ、そう面白い。本当はね、実は検察官、検事になりたかったんですよ。おうおうおう。で、法学部だったので、法学部。で、法律の勉強をして、司法試験をクリアして、うん、で、裁判官でも弁護士でもない検事になりたかった。でしかもいわゆる特捜検事って言って国の議員の腐敗だとか、はいはいはい、そういうところにメスを入れるような仕事を目指して、うん、大学に残るつもりで勉強してたんですけど、うん、はい、皆さん当時バブルだし、うん、あの内定を何十社もらったとか、はい、その同期の学生が大学3年ぐらいになると、はいはい、そんな話になってくるわけです、うん、もうどこどこね、ビール会社だけでもう3社ももらったとか、はあ、そんな話を聞いて、なんか就職活動もせっかくだから、うん、大学に残るにしても経験としてはいいなと思って、はいはい、じゃあ何をやるかって言った時にハガキを出したのはビール会社キリンビール、キリンビールが好きだったからっていう理由で出したで、あとはテレビ局の中でも、うん、フジテレビがイベント制作を当時すごく力を入れていて、はいはい、放送だけじゃなくて、うん、いろんなことに手を出して、放送だけに限らずにお金の儲かるところをいろいろ考え始めてた会社だったのと、うん、自分がサークル活動でイベンターみたいなことやってたんですよ。なるほど。で、ミュージシャンの発掘をお手伝いしてたりとかっていうのもあったので、じゃあフジテレビでイベントをやりたくて願書を出しに行ったんです。なで、その時に OB 訪問もやったら、うん、今日までアナウンス試験も締め切り今日までだし、うん、なんかちょっと綺麗な顔してるし、うん、男性でも両方出して、うん、例えばアナウンス試験が途中まで行ったけど、うん、アナウンサーでは取れないけど制作来ないとか、うんうん、そういうパターンもあるから両方出しゃいいんだよ。で、願書をパッと書いてさ、写真どっかで撮ってさ、うんうん、そしたら制作とかイベントの方がもうダメで途中で落ちたんだけど、アナウンスだけ、アナウンス試験だけトントン拍子に行っちゃって。え、他の局は日テレとか TBS は出してなかったの？出したでしょ。 TBS は出しました。だけど、うん、並んでて富士と同じ受験日だったんですよ。ほう。同じ日の午前中が TBS で午後1が富士だったので、うん、間に合うと思って TBS 赤坂並んでたんですけど、うん、なんかすっごい寒い部屋にまず入れられてで、そこからじゃあ次の部屋へ、次のなんか何箇所か移して、最後はなんか廊下みたいなところに椅子並んでて、うん、もうなんか寒くてどうでもよくなっちゃってでそれでもそこで立ってやめたってこと？そう。で、富士の時間が来ちゃったから部屋まで入らずに帰っちゃった。おもろい人生や。 TBS という目もあったかもしれない。ないでしょ。富士で富士入っちゃったんですけど、受けてる時もあの実はイベントやりたいんで、事業局に入りたいんで、うん、途中ダメでも組み込んでくださいねっていうのを必ず面接で言い続けてたんです、はあはあ、だけど落としてくれず合格しちゃったっていう。でアナウンスするしかない。別にアナウンサーになれ、あ、そう、それで、うん、アナウンス試験受かったじゃないですか。こんな倍率の1000倍とか1500倍とかって言われてる試験に通ったっていうのは、うん、ある意味司法試験の確率だって十数倍受かりますからね、うんうん、それよりも大変な試験に受かっちゃったから、うん、で親父のところに相談行って、うん、実家に帰って実はフジテレビのアナウンサーを受かったと、うん、で、お前は放送違いだなとかって、またうまいことうちの親父が言って、うん、ちょっと笑っちゃいながら、いやいや、そう、面白いことを言ってる場合じゃなくて、うん、法律家になる夢はどうしたんだとか言われたんですけど、うんうん、まあ、これなかなか受からない試験に受かったので、うん、5年はやらせてくれと、うんうん、で、5年で27の時にアナウンサーとして向いてないなと思ったら辞めて、そこからまた法律の勉強するからっていう約束をして入ったんです。同じように辞められて弁護士になられた後輩ですね。あれは同じ早稲田の後輩で。そうですよね。よく一緒にご飯食べに行って。菊間さんも今や弁護士や、弁護士としてテレビに出て。あの子もね、僕はもう本当に感謝してるのは、うん、僕がまあいろいろ起こして、はいはい、
で総務に行った時に連絡してくれた中の一人なんですけど、うん、先輩はそういう時に出るよね、うん、先輩私は先輩の酒の飲み方は嫌いじゃなかったですよって言ってくれたんです。うん、ちょっと酒飲むとね勢いつくのは確かです。でもあのね、これだけは本当に言える、ちゃんとルールは守ってる。あ、思い出の最後に聞きたい、はい、思い出に残る先輩後輩フジテレビのアナウンサー挙げてください。もちろん世話になった人も含めて同期も含めて。フジテレビ世話になった先輩は、世話になったのはやっぱりいろいろ迷惑もかけたんですけど、うん、一番背中を見てたのは三宅正治先輩ですかね。いやー、未だに目覚ましい、いやー目覚ましい、あの人のねここのシワが好きで、これだから三宅さんに習ってここ俺もなってきたのよ。俺も三宅さんのこの線、これ広島ファン、三宅線です、三宅線よね、うん、三宅さん大好き僕も、はいですね、やっぱり、うん、最後ちゃんと話せて終われてないんですけど、うん、メールは打ったんですけど、なかなか返事待ちのまま、こう多分会いに来なかったっていうところも、うん、もやもやされてるのかなっていうところもあるんですけど、ええな、うん、そんな感じかな、うん、後輩、うん、後輩僕が聞いてたのは西岡君が聞いてたよ。当時だから西岡アナウンサー、あの立派にサッカー中継のもう軸になってくれてるし、ね、あとは彼はフィギュアですよ、フィギュアスケート。そうや、もう西岡アナウンサーのフィギュアの中継は素晴らしくて、うん、で彼が入社してきた時にジョホールバルのあの中継を彼大学最後の、うん、卒業旅行かなんかしてる時に、うんうん、あの試合だけは見たくて見てたんです。でその実況する人の後輩になるんだっていう思いで入ってきたんですなんていうことを言ってくれてたので、そうね、そうや、よくね六本木とかで飲んでましたね、二人でいようね。そこにあの同期の島田彩香も途中から来てみたいなまた島田彩香さんもなかなかあの面白い方でね大体ね面白い方しか集まってこないよね。まあだからそういう人間はやっぱりお酒もちょっと好きな、うん、そうそうそうグループだから、そう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 、そうなんです。でも僕はもう終盤の方は、うん、先輩あの4件も5件も僕は無理ですから、うん、二次会までは付き合いますっていうふうに言って飲みに来る後輩ばっかりでした。もうしつこいねんな、だらだら飲むから朝まで飲まないと気が済まないタイプ。いやもうそれはねやめてます。もうやめてますよね、いろいろちゃんと奥さんにも奥さん孝行してますか。それはちょっとまあ、 あの頑張らないといけないなと思うんですけどということで、はい、今日はもうたっぷりいろいろ話聞かせていただきましたし、フジテレビの話、アナウンス業界の出世、最後ちょっとね、長坂哲夫のなんでアナウンサーになったかとかね、先輩、後輩ね、いろんな同期の話も出ました。今日はありがとうございました。わざわざお騒がせしました、はい、やっぱり紹介するのは元フジテレビアナウンサーなんです。今はもうフリーなんですか。これは元フジテレビアナウンサーって使っていいんですか。それはね何にもあのフリーアナウンサーってやらなあかん人もおるやん。あ、そうなんですか。うん、フリーアナウンサーって元フジテレビアナウンサーそれを使うなというのを言われたことない、言われたことはないですけど、一個だけ会社の広報から直接連絡があって、うん、はいはい、雑誌で扱われた時に、うんうん、フジテレビの看板アナウンサーっていうところだけは、使わないでくれ。元フジテレビ看板アナウンサーっていうのってこと、ね、うん、スポーツ実況のっていうのを入れてください、うん、なるほどっていうのだけはね訂正が入りましたからね。じゃあうちのホテルップは元フジテレビスポーツ実況大看板アナウンサーっていうのはいはいはいということで元フジテレビアナウンサー長坂哲夫さんでございました。ありがとうございました。